食べるために生まれてきた人にも挑戦する地球上で最も臭い料理トップ10。料理の世界では料理を作るシェフの創意工夫と創造性にいつも驚かされます。多くの国では動くものは何でも食べられるとも言われています。そのため人々が恐れる様々な料理もあります。しかし世界のある地域では長期間発酵させた魚やウジが群がる料理を食べたり生きたコウモリを食べたりすることを想像できますか？まだそれを想像できていないなら、今私は地球上で最も臭い料理のトップ10にあなたを招待します。さあ始めましょう。10、アイスランドのハカール。アイスランドのハカールは多くの人が世界一怖い料理だと思い、きっと多くの人が一口食べて迷わずこの料理を捨ててしまうでしょう。この料理の正体は腐ったサメの肉で、サメの肉を砂場に6週間から12週間埋め、その後掘り起こして吊るし、6週間から12週間乾燥させます。冷凍している間にサメの肉は腐り始めるのです。数ヶ月の加工期間を経て肉の不快な匂いは消えたものの、その味はまだ大多数の人にとって恐ろしくて味わうことができません。アイスランドではアンモニアのような味がして食べられず吐き出してしまうという人が多いそうです。9、ナイジェリアのイル。ナイジェリアのヨルバ族に人気のあるイル、別名ダワダワは豆を発酵させた調味料です。特殊な酸の働きでスープや煮込み料理などに驚くほどの風味を加えます。しかしそれは料理の時だけです。発酵させたイルの鍋の匂いを嗅いだら、まずすぐに荷物をまとめて国外に逃げ出すことでしょう。なぜかって、腐ったキャベツ1ダースを瓶に入れて匂いを嗅ぐだけですぐにわかります。8、アラスカの腐った魚の頭。再び発酵食品です。アラスカの発酵した魚の頭は通常キングサーモンの頭から作られるユピック族の伝統的な料理です。伝統的な方法では魚の頭を川や小川に生える雑草で包むか、木箱に入れて穴に埋め、約4週間から6週間置きます。その後掘り起こされます。埋めている間に魚の骨が柔らかくなるので、魚の頭をすりおろしたり潰したりしてペースト状にすることができます。もちろん魚の頭は腐敗し、ひどい匂いがして食べにくくなります。テパの匂いがするだけで吐き気を催す人が多いため、これを食べるのはミッションインポッシブルでしょう。このアラスカの腐った魚の頭を十分に楽しむために、不安を克服して一度試してみませんか。7、メキシコのウィトラコチェ。ウィトラコチェはクロボ菌ウスティアゴマイディスに感染したトウモロコシで、石炭トウモロコシまたはトウモロコシカビとしても知られています。メキシコ人はそれをゴミ箱に捨てる代わりに、これらの病気のトウモロコシから美味しくて栄養価の高い料理を考え出しました。ウィトラコチェはケサディーヤ、目玉焼き、スープ、タコスなどの多くの伝統的な料理によく使われます。調理するとトウモロコシや木や土の非常に独特な味がします。カビが生えたトウモロコシは怖く見えるかもしれませんが、その気持ちを乗り越えれば一日の初めに食べる美味しい料理であることがわかるでしょう。まあそれは人々が言うことですが、私にはわかりません。6、日本の納豆。有名なアニメちびまる子ちゃんのファンなら、まる子がいかに納豆を怖がっているか知っているでしょう。でもこの料理が怖いのはまる子だけではないようです。納豆は茹でた大豆をかなり高温の環境で14時間から18時間発酵させたものです。その際大豆は茶色く変色し、粘度が高くなり、慣れていない人には非常に不快な匂いがします。メーカーによると粘度が高いほど納豆の品質が良く、味も良くなるそうです。納豆は日本の田舎で非常に人気のある素朴な料理で、消化に非常に優れていますが、ぬるぬるした外観と発酵食品の不快な匂いから、この料理は多くの人から遠ざけられています。4位には日本からのもう一つの腐った料理もあります。お楽しみに。5、臭豆腐。臭豆腐の料理には家宝のレシピに応じて多くの種類があり、
通常の腐敗臭から超宇宙的な臭さのものもあります。最も有名なこの料理は、塩の混合物の中でいろいろな種類の野菜を約2年間発酵させます。次に漬けた野菜から水をろ過し、豆腐を発酵させます。豆腐は塩水と野菜に長く浸すほど柔らかくなり、もちろん腐っていきます。場所によっては腐った豆腐は黒くなるまで発酵し、有機廃棄物のような匂いがします。そして中にはウジ虫までいます。でも鼻をすっぽりと隠して食べれば、その美味しさと栄養価の高さから期待を裏切らないこと間違いなしです。4、日本の塩辛。日本には非常に臭い料理が他にもあり、それは塩辛と言います。塩辛は魚の生の内臓やイカを塩と麹と混ぜ合わせ、密閉したガラス瓶に入れ1ヶ月間発酵させたものです。魚介類の原料と一緒に発酵させることで褐色で臭みの強い製品になります。塩辛は魚の生臭さと発酵による酸味が加わり、食べにくいという人もいます。塩辛の一番の食べ方は、丸ごと飲み込んでからウイスキーなどの濃いめのお酒を一口飲むことです。全く拷問のようなのに、なぜ人々がそれを食べようとするのか、私にはまだ理解できません。3、ホンオフェ。恐ろしい味の発酵食品といえば、もちろん韓国のホンオフェは欠かせません。赤えの肉を発酵させ、薄くスライスして生で食べます。ホンオフェの匂いはトイレの匂いに例えられます。特にこの匂いは、嗅いで食べるとひどいだけでなく、衣服や肌、髪につき、周りの人を怖がらせます。ホンオフェは A を冷蔵保存し、約1ヶ月間保存するため、A の匂いが最もひどいレベルに達し、恐怖の匂いだけでなく、味も非常に食べにくい料理です。口に入れるとアンモニア臭で目がくらみ、また噛んで飲み込むのは勇気がいります。でも4回ぐらい食べると病みつきになるそうです。2、死んだ鳥を詰めたアザラシ、キビアック。これはデンマークグリーンランドの特産品で、この加工方法は多くの人を怖がらせます。キビアックの主な材料は、首を切られたアザラシと300から500羽の小型の海鳥です。人々は死んだ海鳥をアザラシの袋に入れ、縫い合わせて3ヶ月から18ヶ月間地面に埋めます。厳しい冬に発酵肉の袋を掘り起こし、中の鳥を取り出します。羽を除いて骨を含む鳥の他のすべての部分が食用となります。この料理は非常に強い匂いがするため、何週間も家の中に悪臭を放たないように外で食べなければならないことがよくあります。しかし後味はかなり美味しいとのことで、誕生日や結婚祝い、お祭りなどでよく出される名物です。1、腐ったニシン、スウェーデン。腐ったニシンはスウェーデン北部の伝統料理の一つです。腐ったニシンは食べた人の嗅覚と味覚の両方に危険を及ぼす可能性があります。その理由を知っていますか？この料理の手順を説明しましょう。ニシンの頭と尻尾を切り落としてきれいに洗い、約24時間太陽にさらします。次に樽の中で数ヶ月発酵させてから、ブリキ缶に入れて約24時間醸造します。発酵したニシンは密閉容器で覆われているため、圧力が高くなり容器が膨らむことがよくあります。スウェーデン北部のこの恐ろしい料理は、圧力で満たされた缶に常に火災の危険が潜んでいるため、一部の航空会社によって禁止されることがよくあります。スウェーデン人は腐ったニシンをパン、茹でたジャガイモ、玉ねぎ、トマト、バター、ソースと一緒によく食べます。腐った卵や悪臭を放ったバターは外に出してから蓋を開けてください。そうしないと鳥肌が立ち、涙が出てめまいがし、さらには嘔吐することさえあるでしょう。このビデオが少しおぞましいことは分かっていますが、とても興味深いものでもありますね。でも全ての楽しみにはさよならを言う時間があります。今日の楽しみはここで終わりです。皆さんは何が一番臭いと思いますか？
そしてどんな料理を食べてみたいですか？コメントで教えてください。この動画の高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。